ウエセタ通信施設の海軍広場、2011年11月8日の防災訓練で撮影上瀬谷通信施設は、神奈川県横浜市旭区城河合町と瀬谷区北町、瀬谷町に所在していた在日アメリカ海軍基地、旧日本海軍の基地を第二次世界大戦後に接収し、運用していたもので、2015年6月30日に施設を含めた、 土地全体が日本に返還された。上瀬谷通信施設の海軍広場のヘリポート、2011年11月8日の防災訓練で撮影級日本海軍の倉庫施設として使用されていたものが太平洋戦争の終戦により米軍に接収され通信基地となった。一旦接収解除されるも1951年に再接収された。時には 部隊は常駐しておらず、在日米海軍厚木航空施設司令部の管理下となっていた。事務所等の衣装区域は立ち入り禁止区域となっていたが、衣装区域外は農耕や野球場等の使用が認められている他環状4号線が通過しており、一般の通行が認められていた。また、海軍道路沿いに桜が多く植えられていることから、お花見スポットとしても知られており、 毎年4月の第1週目の土曜日には施設内の海軍広場で日米親前桜祭りが開催されていた。製薬の15%近くの面積を占めており、また製薬の北半分は1995年3月まで米軍により電波障害防止地域に指定されていたため製薬の開発は遅れることとなった。上瀬谷通信施設周辺の空中写真。画像情報に 東名高速道路の横浜町大インターチェンジ。左上から右側中央にかけて斜めに走る道路は国道16号ほどがやバイパス。通信施設敷地中央を南北に走る直線道路が通称海軍道路である。1983年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。投資施設は アメリカ国家安全保障局の電波受信の施設であったが、変換時は電波受信施設として使用されていなかった。周辺に設定されていた電波障害防止地域も1995年4月1日に解除されている。なお電波送信は横浜市泉区の深谷通信所で行われていた。かつては海軍保安軍司令ブレ下カーの海軍保安軍上聖夜が中心となり、 NSA の指揮下で、電波防受、暗号解読、分析、通信保全などが行われていたが、1973年に大部分が、三沢飛行場の姉沼通信所に移駐した。残った部隊は、海軍保安軍情勢や文献隊となり、那覇海軍航空施設から移駐してきた第7、艦隊霊下の、第72、第57タスクフォースや第1、 小海偵察航空団司令部とともに引き続き施設を運用。1980年代にはさらに艦隊海洋監視情報施設や統合情報司令部太平洋文献隊といった重要組織も配置されていたが、冷戦集結で大部分が他の施設へ移駐し、1995年には海軍通信施設に所属する海軍無線受信施設情勢やとしての運用から、 厚木航空施設司令部の管理する海軍支援施設上聖夜へと変わった。2003年には第一小海偵察航空団司令部の三沢飛行場移駐が発表され、施設警備を担当していた海兵隊も撤退。2015年6月の返還時には無人となっていた。なお、米軍に接収された後、当時相模鉄道聖夜駅から当施設への引っ込め。 戦脇には平和への祈りを込めて、ソメイヨシノが植えられた。また、海軍道路には昭和40年代くらいまで、北門、南門と呼ばれる門柱が残されていた。1965年9月24日、オペレーションビルの一棟で火災が発生し、12人の米軍人が死亡した。死者が出た。直接の原因は施錠された出口から脱出することが困難だったためで、 ほとんどのものは煙に巻かれて死亡した。公式な調査で火災の原因は漏電であったことが判明している。しかし数人の目撃者の証言では当時設置されたばかりの焼却炉の通気兵器が不適切だったことが火災の原因になったと指摘されている。なお火災発生時には日本の消防も駆けつけたが火災が発生したのが米軍基地内のため消火作業を行うことが できなかった。上世谷通信施設はアメリカ国家安全保障局の歴史を語る上で欠かせない場所となっている。それは以下の事件の舞台となったためである。1960年代前半に上世谷通信施設に勤務していた二人の NSA 職員が同性愛の関係となった。当時のアメリカでは同性愛は社会的に認められていなかったため、 迫害を恐れた二人は揃ってソ連に亡命をした。その際、二人が NSA についてソ連当局に告白したため、アメリカ政府はそれまで公式には認めていなかった NSA の存在を公式に認めざるを得なくなった。この事件以降、同様の事件を防ぐために NSA 内部ではアメリカの社会に先駆けていくつかの条件のもとに同性愛者を許容することとなった。 横浜市では跡地において農地利用のほか、2026年の国際園芸博覧会の誘致や、それに向けた交通インフラの整備などが検討されている。2020年1月10日付の朝日新聞の報道によれば、2015年に米軍から返還された上世谷通信施設跡地の再開発に伴うアクセス鉄道として、横浜市が相鉄本線。 瀬谷駅との間、およそ2回。このアクセス鉄道は、横浜環状鉄道の一部ではなく、1993年に横浜市が策定した総合計画。夢は、ま、2010プランの交通政策の中で、郊外部連絡線として構想されたものを、踏襲している。同月中に、環境アセスメントに入るという、横浜市は2026年に開催される。 国際園芸博覧会を同跡地に招致し、その後テーマパーク等集客施設の開発を行う方針としていて、そのアクセス手段として、エイジティの建設を検討している。さらに、横浜市議会議員、佐藤茂の政策報告によれば、将来的には上瀬谷から北に延伸し、若葉台を経由し、JR、東急長津田駅もしくは下、JR 東火。 市場駅に至るルートも構想しているという。これらにより、横浜市西部開発地区の交通網の整備を推進するという。横浜市は、同年1月24日に、環境影響評価条例に基づく、計画段階配慮所の縦覧を開始した。同配慮所によると新設される公共交通機関は、中量軌道輸送システムのうち、新交通システムや都市モノレール、 LRT などを比較検討して今後決定、また、西愛駅から上瀬や、その先の車両基地まで約 2.8km に2駅の設置を検討しており、2022年度の事業着手を目指すとしている。NSA の部隊が撤収していることは、ジェームズ・バムフォード、すべては傍受されている米国国家安全保障局の招待、で明らかにされている。ありがとうございます。